スターダム熊本大会、さくらとシングル、初のシングルでした。さくらはね、空手ガールを名乗っていて、自分も昔空手ガール KG としてやってたので、すごく昔からね、なんかさくらにはすごくなんか特別な思いがあって、前に自分のコスチュームをさくらにあげたんですよ。で、今日着てきてくれて、初のシングルですごい嬉しかったですね。なんかユニットは違うけど見てるし、いいレスラーになってもっともっと成長した姿を見せてほしいし、またシングルやったり、もしねユニット違うからあんまないかもしれないけど、空手ガール、新旧空手ガールタッグとかまた組めたらね、自分的には嬉しいなとか思います。ありがとうございました。熊本大会第一試合ありがとうございました。今日初めてシュリさんとシングルさせていただきました。実はこの衣装は1年前に大田区大会でシュリさんと空手ガールタッグを組ませていただいた時にお下がりでいただいたコスチュームです。その後自分がすぐに欠場してしまって、なかなか着る機会がなかったんですけど、今日この日にシュリさんとのシングルでこのコスチュームを着れてすごく良かったです。新空手ガールという肩書きはいただいたからにはこそ、シュリさんを絶対に超えないといけないし、シュリさんの体格に立ってもっともっと強くなって、またシングル挑みたいです。ありがとうございました。おい、リア、誰の何、私のグレンバスター、でも今かかってる曲私のじゃないよね、はい、どういうことだよ。おい、無所属の時さ、セコンドの時も組んだ時も、肉壁だとか言って、私結構守ってきたのにさ、なんかめっちゃ悲しいわ、はあ、いやでも次もっとでっかくなって、邪魔させないぐらいでっかくなって、次は私がこのスリーウェイ制してやるよ、はあ。疲れた。いや、ほんと疲れすぎても着替える余裕とか全然なかったし、あー疲れたな、マジでいい汗かいた。あー、今日の技はあの花子のブレインバスターっていう、まあ、新技なんだけど、やっぱちょっと今足痛めてて、思うように体がやっぱ動かなくて、結構悔しい思いとかしてきて、欠場中とかにやっぱいろいろ考えて、今日のために花子のブレインバスターという新技を考えてきました。たりき本願。あー疲れた。熊本大会ありがとうございました。今日も5歳勝利、イエーイ。いやー、なんかね、昨日のダツポイントのシングルも見たけど、ソーレイにますます気合が入ってるって私は隣にいてすっごい感じる。はい、まあ次期挑戦者になったということで、あと残り1試合もしっかり勝利を収めて白に勢いづけたいと思います。ゴールデンウィークツアー中なんですけども、今日この3人で負けてしまった。はい、でも明日アーティストに、マリさんと飯田ちゃんと自分で3人で挑戦するので、もう気持ち切り替えて、明日もうゴールデンウィーク最終日の試合なので、みんなでもうアーティスト持って FWC ゴッテス持って、もうゴールデンウィークで一番のユニットになっていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。せーの、 We are stars。 うわー、 VS99 EXB の勝利ということで、今日も連携いろいろ決まったじゃん。決まった、マイカとね、すごい、ちょっとね、内緒でね、初めて練習したやつを今日行っちゃおうと思って、今日ね、やっちゃおうと思って、
ここもなんかすごいのあるし、ねえ、ダブルムーねえ、ね、メニ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 、そうだからまだまだだよね、まだまだ出してないから、明日アーティスト戦、うん、最高の XP を見せて、そして前田の地元福岡にね、うん、そう応援しよう、いや、オッケー、イエイ、おい、いいね、クサチ、おい、アーティスト王女かなんか知らねえけどさ、レディの可愛い顔こんなにしやがって、お前クイーンズクエストこのままで終われねえからな、見とけよ、見とけよ、オッケーオッケー、昨日はさ熊五郎にぶっ転がされちまったけど、今日はぶっ転がしてやりました、危ねえ危ねえ、前日立てて、うんうん、もううちはのモチベーションつったかな、そうだよ、アゲアゲですよ、アゲアゲですよ、意外とさサポートしてくれてありがとうじゃん、ときめき、はい、でもやっぱタク2人やっぱ最強だなって思ったんで、自分も今タクのベルト目指してるんで、やっぱ2人の戦いからいつか2人ともタクで戦いたいなって思いました、本当にすごいです、できた後輩ですね、よしよし、できた後輩、焼き肉連れてってやるよ今度、おい禁止、しばらく禁止、禁止言ってるじゃん、焼肉禁止、禁止来たよね焼肉ね、ダメだよ、行きましょう、ダメだよ、行こうか、ダメだよ、2人で行こうよ、ダメだよ、お前は来なくていいよ、お疲れ様です、フェイジスタ、明日楽しみにしてる、必ずベルトをお前らから剥がしてやるよ、見覚えてます、あーあーあああ、スターライトキッド、私は一緒に追いたいやつだからずーっと言ってたけど、中途半端なやつは何しても勝てねえんだよ、今あいつなんだ小銭にも入ってねえし、うちらとやつの時なおヒールなのに人気者になりたいから、だからそんなことしてるから一生負けるし、一生うちらには勝てねえ、なんかある？ Starlight Kid and all you Starlight Kid fans out there, you can shut the fuck up now because you can watch that video of Starlight Kid doing the little fucking dance, she's an idol and if she's not an idol, she wants to be an idol, so that's what you get, they all need to be eradicated, that's what I'm saying, and here we go, one more, なんかある？何もない、何もない、そしてThank you, fuck you, goodbye. ああ、おい、おい、どたい。今日から反撃って言って、そうそう、負けました。ああ、でな、まあでも、おいどたいが強い？まあ、あいつらのやり口ってもんは、十分私は分かってるから。明日も戻ったい、うん、徐々に徐々に徐々に泣かせに行ってやるよ、はあ、元気になったの？そうでさ、きっちゃん昨日はありがとう、ちょっと落ち込んでたんだけど、きっちゃんが励ましてくれたし、カリカリめくれて声は元気になった、うん、けどてくらもうオイル体ですっかり馴染んでるみたいだけど、またやろうよ、まあ落ち込んでたかもしれないけどさ、私も白狙ってるから、次うちらがタイトルマッチするときはワンダーだよ、どっちが先に取れるか、それはポエが先だよ、いや私が先だよ、いや私が先だ、いや私が先だよ、絶対に私が取って防衛戦やらせてあげるよ、いや私が取って防衛戦やらせてあげるよ、負けないから、私も負けないから、いいね、タムもさベルト返上して、あの時は本当に惨めて不甲斐なくてどん底まで落ちたけど、みんなのおかげでもう大丈夫、もうチャンスを
手に入れる。準備はできてる。どんな小さなチャンスも絶対に逃がさない。タムが一番星に帰り咲きます。ん？ポイが一番星です。一番星行ったことないじゃん。こんなタムの、タムのセリフを奪わない。そういえばキちゃんダンス完璧だったね。めっちゃ完璧だった。まあ教えてくれた。そうだよ、ママの姿勢のおかげだね。ちゃんとこうやってスコフンあ、ヨーのとこからやったよーって何。まあ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 、まあ、私もセンスもあるということでさ、そこは、うん、まあでも、まあまあまあ、今日のでもし私が小杖に入ったらのイメージもできちゃったんじゃない。もちろんそれも私の答えのヒントのうちの一つということで、まあ今日は今日で今だからできること、私ができることをやっただけ。まあ、とりあえず明日のお江戸隊だよ。ああ絶対やり返すから。ああバイポイ。バイポイって何？私さ、熊本さ、初めて来てあんまこう食べ物とか雰囲気とかわからんからさ、昨日食べ物を食べに行ったんよ。めっちゃ美味しいよね。で人もすごい優しいし、夜もちょっと街の中お散歩したりしたけどさ、空気美味しくて、やっぱ地元っていいよな。私もいつかまた地元滋賀県大津市で試合したい。その時はこのベルトを巻いたまま、昨日次の挑戦者ソーレイアミが決まった。これから楽しませてよ。沙織さん、私の大事な熊本大会の凱旋でスペシャルシングルマッチありがとうございました。自分の魅力に沙織さんと戦って改めて気づいた。自分は迷ったりもしてるけど、やっぱり今のままの自分で強くならないと意味がないって感じたから、このままもっともっと上を目指して沙織さんのように強いみんなから欲するチャンピオンになります。改めて熊本のみんな本当にありがとうございました。苦しかったこともみんなの声援がすごいいつもパワーになってて、うん、声援って本当にこの気持ちを一番もっと試合で返していきたいと思います。